どうもサルタです。今回は今大流行中のボトルキャップチャレンジに挑戦します。ということで今回はいいね、優勝優勝、栄光スタジオにお昼ご飯ボトルキャップチャレンジ。やりましょう。みんなペットボトルチャレンジ。今ね、SNS で大流行中の緩めたボトルキャップを回し蹴りで回転して開けるチャレンジです。これ今流行ってますよね。流行ってますね。特に向井はめっちゃ関係ある。向井さん、ふっかさんに戻します。こっからね、まあ、その次は俺多分あれ言うことになるんだよ。でも僕得意かもしれないです、ほんまに。あ、メーターの蹴りがあのボトルを回すに向いてる。あ、じゃあ皆さん、じゃあここで単純に回し蹴りってこと。普通にね、ちょうどあのお昼時なんですよ。まあそうだね。だから成功した人からチェッチャって伊達さんと同じ、ずっと同じこと言うてる。今日自由だな。その成功した人から順にお昼ご飯を食べていただきます。いただきます。まだやってないです。待って、今日うるせえな、みんなマジで。成功いってきます。ラブまだ間違ってない。ただ単にこう回し切りするだけというわけにはいきません。今回は別はちょっとルールがありまして、ボックスからくじを引いてもらって、そこに彼の靴を履いて蹴る方、蹴る方。これじゃダメってことだ。そう、だからこれじゃない、靴を指定される。そう、例えばなんかわかんない、スリッパ。取れちゃう。スリッパで蹴んなきゃいけない。そして時間内に成功できなければ罰ゲームとして、次の YouTube の出演の時にその靴を履いた状態で。だって意味わからないよ。これ無理だろ。まず、ヒール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 とか。いやいやいや、だってこんなん滑っちゃうもん。いやいや、もうハイハイ呼ぼうって。ハハハちゃん呼んでいいか。ハイハイ呼んだ方がいいか。え、これは普通の靴はないよね。一番普通の靴に近いのはこのスパイス。確かにね。じゃあ早速、じゃあ工事から順番に行ってこうかな。よっしゃ行ってみよう。テレペンペン。じゃあどんどん見せていこう。おぉ、何この。スパイク。わぁ、取られた。長靴。まあまあ、これ一番。結構これ一番だったらもうマシじゃん。待って、スリッパ。ああ、まあ可能性はあるよ。ローラーつけた。うわぁ、待ってんな。やべえよ。メイクサンダル。ああ、めっちゃいいじゃん。タビ。おぉ、タビ取られた。でもやっぱ登り物には服があるって言うじゃないですか。今年は嬉しかった。いや、見て、もうこの2人でこれ確認した。俺的に、伊達様ハイヒール言ってました。いや、俺的に。お？え？ハイヒール。やってる。これは可能性ありますよね。いや、あるある。戦闘モード入ってる。おい、行こう。いきます。ゆっくりでいいですよ。近いよ、それ。あー、いや、惜しい。かすった。
いや、ちょっと今ね、シャリってなってたよ。翔太君いけるよ、濡れても大丈夫だね。ちょっとシミュレーションし濡れても大丈夫。あ、濡れても大丈夫。それはまあ俺コツつくんだ。だからこう来た時にこう、そうそう、そっちから、そっちから行こう。脱げた脱げた。当てるのも難しい。マジで面白い。当てるのも難しい。いや、今のめっちゃ…うわぁ超足綺麗だった。まず女子に見えるでしょ。やばい。いきます。はい。あ、惜しい。惜しいな。私のメグロ。おい、私のメグロ、ハグロ。いいよ、ブルースルーに見えてきた。ねえ、わちゃちょうだい、わちゃ。わちゃちょうだい。わちゃわちゃわちゃ。おいおい、一緒いきます。おー、一番惜しい。わちゃが、だからできた後みたいなリアクションになってる。深田のチャレンジだよ。見せてよ、リモコンゲタ。いやでもこれでちょっとあれ見えましたね。いけるんだって光が勇気、勇気もらったね今。マジ気持ちいい。いやマジめっちゃどうやってた。ここ3メートルぐらい。あいつの、あー、いいよ、これでいけるぜ。いきます。あ、3、2、1。お、いいよ。いいね。よし、2周目行こう。よし、1時間しかないから。早く行けです。残り50分。やばいぞ、やばい。いけ、ポンポン、いこう、ポンポン。いけ、向かい、レッツゴー。いけ、いけ、雰囲気やばい。いいね。さっきも雰囲気はすごかった。行くよ。一回空振りしてから頑張れ、オサム。からの、からの、おお、雰囲気だけじゃなかった、すげえ。マジ見たから来い。これがペットボトルチャレンジだ。イエーイ、いっぱいだよ。あら、じゃあお弁当いただけ。うわ、いいな。よし、行くぞ。おお、やっぱローラー回ってんだよ。だから、そうそう、ゴムの部分。ゴムゴムゴム、これだ。そこだ。ローラーマジ。いや、これ結構早く終わりそうだな、本当に。あ、オッケーオッケー、行きます。ごめんごめんごめん。全然全然。いや、めっちゃ面白い。じゃあ、こぼれた水、阿部ちゃん、はい、舐めて。まあ、いや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 、もう見えた、もう見えた。見えてる見えてる、もう見えた。おー、すごいすごい。いや、マジ、今めっちゃ綺麗。すっげー。しかも、水も垂れてないし。飲む飲む飲む。今のやばい。一瞬綺麗。だって今、テレ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 。しかも、これ今のは綺麗で。いや、マジ綺麗だった今。こっからは俺たちのデスマッチだ。うわ、惜しい。練習だって。ガチでやるじゃん。おぉ、惜しい。うわぁ、惜しい。うわぁ、惜しい。うわぁ、惜しい。ダブミ。うわぁ、あれ、最後のポーズやばい。ダメ。なんで届かないの。じゃ、くれや、くせ。あぁ、惜しい。惜しい。ダメ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 。アウト。
番で。はい。ペットボトルが良くないのかな。あれ？ペットボトルだよ。え？そんな気もしてきた。買いますか？じゃあペットボトル買いますか？いやまあまあ一旦同じで大丈夫だ。抗議したんだよ。流れ作るよ。ティッシュ。よいしょ。あっし。オッケー。あ、惜しい。しゃおい
わ。惜しいわ。結局誰が一番うまかったんだろう。佐久間君結構綺麗やった。いや綺麗やった。いやそう、ここでちょっと回ってから落ちたじゃん。佐久間さんめっちゃ食ってますけど大丈夫ですか。うん、もう近づいて何か全然わかんないです。、まあ、これを見てあの皆さんもぜひあのやってみてください。以上スノーマンでした。 Thank you。 結構盛り上がった。なんかこうやってやってる人もいた。あ、いるね。そう、こっち。そう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 。え、もしくなんか減らそう。こっち終わった。エラスト君は原始的だよ。ここ見てるか。こうやって見てる。終わった。しまった。